こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はストリートこそが聖地、行動全開20連発をお送りします。ビデオオークションといえばスピード、そしてその原点はやはりストリート。峠湾岸一般道、行動を全開で突っ走る映像の数々がビデオオークションの歴史を作ってきました。今となっては決して撮影できる代物ではありませんが、だからこそ当時の空気感、ビデオオークションのはちゃめちゃ感を存分に味わってください。ストリートに魅せられた男たちによるスピードの共演、それでは参りましょう。どうぞ。これパワーすごいよ。もうこの加速感というのはすごい。軽量ボディにチューンアップされたビッグエンジン、これはもはや車というよりエンジンにタイヤがついてるってなもんだ。興奮するね、この加速はね。すごいすげえ。走り屋くんが認めた公認ドラッグレース、参加者のエントリー費は無料、ギャラリーの観戦料も無料、パドックでの入場も可。いっぱい左に止まってますね、旗を叩いて。これ別にナンパしてるわけじゃなくてですね、ゼルの順番を待ってるからスタートですね。ああ、やっぱ黒いタイヤの跡がいっぱいついてますね。ここからまあスタートしまして、2速、3速、4速とシフトアップしていくんですが、ちょっとバンピーですね。この信号は一応ゴール
っていう風な、なんか暗黙の了解で決まってるみたいなんですけど。 BS 開幕第一戦、すいません、ちょっと行ってみましょうね。今日はこの車で矢田部に向けて燃料セッティングを取りに福井自動車研究所へ行ってまいります。取材スタッフは興味津々で一路テストコースへ。セッティングやります、壊れないように。なんか結構いいぞ、ノーマルもね結構いいと思ったんだけど、かなり車が軽やかに走るね。これはなんかね86に匹敵するこう面白い車が作れるんじゃないかなって気がするな。 NA でこのくらい走るもんかな、いいよね。そんなにマフラーの音はノーマルほど、ノーマルに比べたらそんなに変わんないよね。変わんないね。でもなんかこうちょっとこうスポーティーになったって感じはあるね。すごいなこれ。乗りやすいよ足が。これよく曲がる。トラクションかかるし。この何モルクの太さが半端じゃないっすね。これこの上というか中間トルク、すげえ高回転でのウエストゲートの開いた音っていうのが、またこれチューニングカーっぽくてね、すげえな、いい音するしな。やっぱりチューンド GTR は夜が似合う。それではお待たせしました、夜のフル加速テスト。よしいい感じだぜ、いい感じだぜ、おい、325キロ出た車なんですか。そうですね。いや全然あのそんな感じしないんですけど。あ、そうですか。ちょっと踏んでみますかね。いいですか。はい、大丈夫です。じゃあ行きますよ。
条件は悪い。一般車の間をすり抜けるようにして340キロを求める台。最高速度は一体何キロ？343だって。あ、よし、OK。例えばでも340出してないからね。339ぐらいで。それでもやめてるから。なんだろう、最高速度また、東道道が重ねてるの？やったべ、やったべ、ゾーンってやってたの。やったべの記録でもこっちの方が早いんだから。バンザーイ！漫画のようなリアルな世界、行動には夢がある、ストリート最高です。いかがでしたか？今回は、ストリートこそが聖地、行動全開20連発をお送りしました。ビデオオークション切り抜きチャンネル、ウィーオークとスピードは、ビデオオークションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。